メディアを再生する前装式の L16-81mm 迫撃砲を使用する陸上自衛隊前装式の漢方前装式の銃に弾を込める人々前装式は下記での装填方式の一つであり、方針や重心の先端側が頑張れるから砲弾や銃弾、装薬を装填する方式である。先込め、方向装填式、マズルローディングとも呼ばれる。 そのため前装式の銃砲は前装銃や前装砲、マズルローダーとも呼ばれる。対義後はガンバレル後端側の薬室から装填する5装式、元込み式、ブリーチローダーである。銃の中でも開発初期の消火器であったマスケット銃や半装式の戦列艦など艦船に搭載されていた大砲は前装式であったため2発目以降の装填に時間がかかり、 発射速度が低かった。特に基礎モニターに搭載された大型の砲塔式、ダールグレン砲や、据え置きの代行形容裁縫においては砲の向きを変えてから再装填する必要があり、多大な時間と労力を要した。これらは、兵器の性能としては大問題であったが、初期のフランキ砲などご葬式は、装填時間が早くとも、爆発事故が多く、産業革命を迎えるまでは、 技術的に信頼性が劣り、全奏法が多用され続けた。現代でも行われている軍艦取り口との礼法の、東礼は、これらの全奏式官報の欠点を受け、入港の直前に法を使用することで次の弾を、直ちに発射できない状況を作り、相手側へ敵意のないことを示したものが起源であると言われている。構造的には補奏式のような役室を開閉。 密閉する機構が必要ないため、部品点数を減らすことができ、場合によっては法全体を一つの異型で鋳造できる、ため製造や保守が簡単である。そのため、初期の火器が出現した時代における工学、薬金技術の程度では、複雑な後葬式よりも安全性や耐久性といった信頼性の面で優れ、製造コスト的にも有利だった。漢報では、洋上での故障時に、 修理や整備に難があるため信頼性の高い前奏法が好まれ、近代的な後奏法であるアームストロング法が現れた後も後奏法の導入が遅れた。方向争点のため格好法が多かったが、19世紀からはライトシステムによるライフル法も導入されている。現代でも運用コスト面では後奏式より優れており、速射が要求されるブランストーク式の迫撃法や、 逆に要求されない単発式火器や使い捨ての個人装備などで利用される機構である。撃発に失敗し不発射を生じた際の対応が難しい構造である。あと葬式の場合は汚染を開けるか、遊定を操作することで不発弾を薬室から除去できるのに対し、全葬式では汚染や遊定がないため除去作業も方向から行わなければならず。 もし除去作業中に地発が発生した場合は、バレル内で加速された弾が自分に向かって飛んでくるという危険なものになる。また、全葬式では外見から容易に装填状態か否かを確認する術が乏しいので、1879年1月12日に発生したイギリス海軍の砲艦、サンダーラーの手法防発事故のように、 未装填状態だと思い込んで装填済みの下記に装薬や弾丸を二重に装填して発砲する事故がしばしば起こった。現代でも迫撃砲の二重装填事故は珍しくない。ありがとうございます。